近い将来ズバリ聞きます、中日ドラゴンズ荒木監督、はい、ありますか？ないです。荒木さん、ないです。もうちょっと置いてから来るかと思ったらめっちゃ食い気味でした。ないです。ないです。ないです。よろしくお願いします。まだまだこれから勉強することがあって、はい、ね、年を追うごとにはやってみたいなって思うときは来るかもしれません。はい、ただ今の自分の知識ではまだ無理なんじゃないか、うん、ということもあっていろんなね、アマチュアの人を教えてみたりとか、はいはい、野球ってもう全部どのレベルでも一緒だろうと思うので、ね、野球の質というのは、はい、うん、なんか大事なものを今探してさまよってる最中です。模索中ということですね、はい、もし荒木正弘監督になった日にはきっと今日来た皆さんはあ、たどり着いたんだなっていうふうに、たどり着いたのにこんな負けてんのかって言われるのも困るので、本当にたどり着かないとできないなっていう、はいはい、ね、やっぱりいろんなものがやっぱり 見れるようになってから、はい、ね、そういうもう縁があってオファーがあってっていうふうになればまたその時は考えますけど、今の段階ではないです。今は食い気味のないでしたけれども、はい、そんなユニフォームを着てる姿もここでやりますって言ったらすぐ切り抜かれますよ今。多分ここだけじゃネットがざわつくすぐですから本当に、まあまあ今のところ本当にないからいいですけど、はい、じゃあちょっとここからは2人ぐらいかな質問コーナーを設けたいんですが、質問ある方手を挙げてください。はいはいはい、